さすが大原、危険な仕事を頼みたい。あの巣の中に入るんだ。なぜだ、破壊は成功している。もし飛行型が巨大生物の進化した姿だとすれば、これまで出現したものと共通の特性を持っているはずだ。あの巣は内部で地底に通じている可能性がある。地上部分は氷山の一角に過ぎないというのか。